ブラザース・フォアは1957年にワシントン州シアトルで結成されたアメリカ合衆国のホークソンググループで1960年のヒット曲グリーンフィールズなどで知られている。ボブ・フリック、ジョン・ペイン、マイク・カークランド、ディック・フォーリーの4人は1956年にシアトルのワシントン大学でフラタニティの一つであるファイ・ガンマ・デルタの仲間として出会った。 ブラザースつまり、兄弟というグループ名も、フラタニティの仲間であったことを踏まえたものである。ライバル関係にあった、別のフラタニティが彼らに仕掛けた冗談がきっかけで、プロのグループとして活動するようになった。1959年に、サンフランシスコに拠点を移した彼らは、デイブ・ブルーベックのマネージャーだったモート・ルイスに出会い、ルイスにマネージャーを引き受けてもらい、 その年の遅い時期にコロンビアレコードとの契約を取り付けた。そうして1960年1月にリリースされた2枚目のシングル版グリーンフィールズがポップチャートの2位まで上昇し年末に出たデビューアルバムブラザーズ4はトップ20に入った。初期のキャリアの中では他にも4枚目のシングル版として発表されたジョン・ウェイン主演の1960年の映画 アラモの使用曲、遥かなるアラモがアカデミー一家局賞の候補の一つとなり、これを収録した3枚目のアルバム、魅力のグループはトップ10入りをした。ブラザースフォアは1963年に ABC のテレビ番組、フーテナニーのテーマ曲として、フータナニーサタデーナイトを作った。ブラザースフォアは、スループジョンビーも取り上げ、ジョンビー号の公開としてリリースした。ブラザーズフォアは、 ピーター・ポールマリーと共に60年代前半のフォークシーンの人気グループとなっていった。ビートルズなどのブリティッシュ・インベージョンやボブ・ディランのようなより先鋭的なフォークロックの台頭によって60年代前半のブラザース・フォア初期の成功は終焉を迎えたがその後も彼らは演奏活動を継続しレコードを発表し続けた。特に日本では 高い人気を保ち、来日公演をたびたび行っている。一方、アメリカ合衆国ではホテルを回る巡業を続けた。ブラザース・フォアは、カムバックを期して、ディランのミスター・ Mr. タンブリン・マムを録音したが、ライセンス許諾を得られずリリースができなかった。ところが、1965年にこの曲でデビューした、バーズのバージョンが有名になり、ブラザース・フォアはすっかり出し抜かれてしまった。 1968年、ブラザース・フォアは、ジェリー・デノンと共に、オレゴン・州ュシーサイドに AM ラジオ局、KSWB を設立した。このラジオ局は1972年に、モンタナ州の事業グループに売却され、その後最終的に、ラジオ局を多数所有する、コングロマリットに、吸収合併された。1969年に、マイク・カークランドがグループを離れ、 これに代わって、やはり、ワシントン大学出身のマーク・ピアソンが加入した。ピアソンは1971年に脱退し、代わって、ボブ・ハワースが加入した。1979年には、第8回東京音楽祭に、日本語曲、字の流れに、で、出場、同賞を獲得した。この曲は、ミスター・ロンリーマンとのカップリングで同年、シングル発売されたほか、 アメリカで発売された、再録音ベストアルバム、グリーンフィールズアザーゴールドに2曲とも、ボーナストラックとして追加され、日本向けのベストアルバム、エースタイムゴーズバイとして発売されている。東京音楽祭では、スケジュールの都合で、ペインが参加できず、この時は脱退していたピアソンが代理で参加している。ボブハワースは1989年まで活動したが、 その後にマーク・ピアソンが再加入した。1990年にはディック・フォーリーが脱退し、代わってテリー・ローバーが加入した。こうしたメンバーの変遷はあるものの、63年のキャリアを重ね、グループは21世紀に入ってからも活動を続けている。ありがとうございます。